大谷翔平の元通訳水原一平容疑者の賭博スキャンダル、信頼と裏切りの衝撃ストーリーが早くもドラマ化へ。皆さんこんにちは。今日はメジャーリーグで活躍する大谷翔平選手の元通訳水原一平容疑者をめぐる衝撃的なニュースについてお話ししたいと思います。水原容疑者は大谷選手の口座から約$1,700万もの巨額を不正に送金し、銀行詐欺などの罪に問われています。そしてこの事件の詳細を描いたドラマ化が早くも決定したのです。果たして水原容疑者に何があったのでしょうか。そして彼の裏切りが残した影響とは。今日はこの事件の全貌に迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。水原一平容疑者は2018年からロサンゼルスドジャースに所属する大谷翔平選手の通訳を務めてきました。通訳業だけでなく、練習相手や運転手も兼任し、二刀流で活躍する大谷選手を陰で支える重要な存在でした。大谷選手が見事な活躍を見せるたびに、水原容疑者の存在も注目を集めていました。しかし2023年3月水原容疑者が違法スポーツ賭博に関与し、大谷選手の口座から多額の金を盗んで送金していたことが発覚します。水原容疑者はドジャースの開幕戦であるパドレス戦の後、チームを離れて姿を消しました。そして銀行詐欺と虚偽の納税申告の罪で訴追されたのです。誰もが信じていた大谷選手の影の立役者が実は犯罪者だったというショッキングな事実が明らかになりました。連邦検察によると、水原容疑者は違法賭博による負債を返済するため、大谷選手の口座から約$1,700万を不正に送金したことを認めています。さらに大谷選手から歯の治療費として$60,000を騙し取っていたことも明らかになりました。また水原容疑者は2022年度の納税申告でも不正を働いていました。実際には結婚しているにもかかわらず独身と申請し、同年の追加収入$4,100万を申告しなかったのです。水原容疑者はこれらの罪状を認め、司法取引に応じています。彼は被害者である大谷選手に対し、被害総額である約26億円を賠償する義務を負うことになりました。しかしこの莫大な額を水原容疑者が返済できる見込みは薄く、事実上の終身賠償となりそうです。この衝撃的な事件は早くもテレビドラマ化されることが決定しました。複数の米メディアによると、映画制作会社のライオンズゲートが制作を手掛けるといいます。ドラマのテーマは信頼、裏切り、富と名誉の罠のストーリー。水原容疑者がいかにして大谷選手の信頼を得て、そしてそれを裏切ったのか、彼を罠に陥れた富と名誉への欲望、これらが絡み合う人間ドラマが今回のドラマで描かれることになりそうです。脚本家や放送日程などの詳細はまだ明らかになっていませんが、事件の衝撃度を考えると大きな注目を集めることは間違いないでしょう。そしてこのドラマを通して、私たちは改めて信頼の尊さと、それが裏切られた時の痛みを感じずにはいられないはずです。水原容疑者は現在39歳。彼が大谷選手に与えた被害総額約26億円の賠償を完済することは現実的に見てほぼ不可能と言えます。弁護士の紀藤正樹氏は、水原容疑者が米国での収監を望んだとしても、釈放後は日本に強制送還され、二度と米国の地を踏むことはできないだろうと指摘しています。つまり水原容疑者は事実上永久追放の状態になるわけです。また大谷選手との蜜月ぶりが話題となっていた水原容疑者の妻も注目を集めています。夫が巨額の負債を抱えていたことを知らされた彼女は、今どのような心境でいるのでしょうか。ネット上では、奥さんこれからどうするんだろう、散々顔出ししてきたから生きづらいだろうな、など彼女の立場に同情する声が多数寄せられています。妻は夫の犯罪に全く関与していなかったとはいえ、世間の目は厳しいものがあります。彼女もまた水原容疑者の罪の代償を払わされていると言えるかもしれません。水原容疑者の事件は改めてギャンブル依存症の怖さを浮き彫りにしました。彼は違法カジノでの賭博で多額の借金を抱え、
それを返済するために大谷選手の口座から巨額を不正送金するという信じがたい行動に出たのです。ギャンブル依存症は本人の人生を狂わせるだけでなく、家族や周囲の人々をも巻き込む深刻な問題です。日本でもパチンコやスロットなどのギャンブルが身近に存在し、依存症に陥る人が後を絶ちません。水原容疑者の事件を機に、私たち一人一人がギャンブルの危険性を再認識し、依存症の予防と対策に取り組んでいく必要があるでしょう。社会全体でこの問題に向き合っていかなければなりません。そしてギャンブル依存症に苦しむ人々を偏見の目ではなく支援の手を差し伸べる必要があります。彼らを孤立させず、回復への道を共に歩んでいく、それが私たちにできる最善のことなのかもしれません。事件の最大の被害者である大谷翔平選手、彼は自身を支え信頼していた水原容疑者に裏切られ、多大な経済的損失をかぶっただけでなく、精神的にも大きなダメージを受けたことでしょう。しかし大谷選手はこの困難を乗り越え、再びマウンドに立ち続けています。4月にはメジャー通算100本塁打を達成するなど、変わらぬ活躍を見せてくれました。大谷選手は自身の経験を通して、信頼の大切さと裏切られる痛みを身をもって知ることになりました。しかし彼はこの経験を糧により一層の成長を遂げてくれるはずです。私たちファンは大谷選手の勇気と強さに心から敬意を表すとともに、彼の今後の活躍を変わらず応援していきたいと思います。そして大谷選手が再び心から信頼できる仲間に恵まれ、野球に専念できる環境が整うことを願ってやみません。水原容疑者の事件はスポーツ界のみならず社会全体に大きな衝撃を与えました。私たちはこの事件から何を学ぶべきなのでしょうか。まずギャンブル依存の恐ろしさを再認識する必要があります。水原容疑者は違法賭博に手を染め、大谷選手からの信頼を踏みにじりました。ギャンブルがいかに人の人生を狂わせるか、私たちは肝に銘じるべきです。またアスリートを支える立場にある者のコンプライアンス意識の低さも浮き彫りになりました。スポーツ界では選手を支えるスタッフへの教育、管理体制の再点検が急務と言えるでしょう。そして何よりこの事件は人を信頼することの難しさを物語っています。大谷選手は水原容疑者を信頼し多くを託しました。しかしその信頼は金銭欲に負けた水原容疑者によって踏みにじられてしまったのです。私たち一人一人が常に強い倫理観を持ち、欲望に負けない心を養うこと、そして選手とそれを支える者との健全な関係性を築いていくこと、水原容疑者の事件は私たちにそのことを強く訴えかけているのではないでしょうか。加えてこのような事件を未然に防ぐためには、スポーツ団体やチームによるガバナンスの強化も不可欠です。選手を支える立場の者に対する定期的な審査や、ギャンブル依存症への理解を深める教育プログラムの実施など、多角的なアプローチが求められます。私たち一人一人も身近なところからコンプライアンス意識を高めていく努力が必要でしょう。そしてスポーツに携わる者すべてがクリーンでフェアな環境づくりに尽力していかなければなりません。水原容疑者の事件を教訓に、二度とこのような悲劇が起こらないよう、私たちは今行動を起こすべき時なのです。水原一平容疑者による大谷翔平選手の口座からの不正送金事件、この前代未聞の出来事はスポーツ界のみならず社会全体に大きな衝撃を与えました。彼の裏切りがもたらした影響は計り知れません。大谷選手の心の傷、チームの信頼の揺らぎ、そしてファンの失望。しかし同時にこの事件は私たち一人一人に信頼と誠実さの大切さを問いかけているのかもしれません。水原容疑者の今後の動向、そして彼を描くドラマにも大きな注目が集まることでしょう。私たちはこの事件を風化させることなく、そこから学んだ教訓を胸に刻み続けていく必要があります。スポーツの価値を守り、選手とファンの絆を再び築いていくために、一人一人が正直に生き、誘惑に負けない強い意志を持つために、水原容疑者の事件を私たちの社会がより良い方向へ進むための一つの転機としたいものですね。信頼は一朝一夕で築けるものではありません。しかしたとえ裏切られたとしても、私たちは信じ続ける勇気を持たなければならない。
なぜなら、信頼こそが人と人とを結びつける最も尊い絆だからです。大谷選手も水原容疑者への失望と怒りを乗り越えて、新たな信頼関係を築いていってほしい。そして彼の活躍が多くの人々に夢と希望を与え続けることを心から願っています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。